ハイランド灯台は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ノーストゥルーロのケープコット国立海浜公園にある灯台。現役の灯台であり、ケープコットで最古、最高の灯台である。敷地は年中公開されているが、灯台内部のガイドツアーは5月から10月までである。アメリカ合衆国国立公園局が所有し、アメリカ沿岸警備隊が灯台を創業し、 ハイランド博物館、東大社が保全している。アメリカ海軍船アセスハイランドライトナイ四4 8はこの東大にちなんで名付けられた。ハイランドライトステーションとして、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に認定された。1797年、ジョージ・ワシントンに認可され、ケープアンとナンタケットの間の海岸線での危険性を船に知らせるためケープコットのこの地に、 木製の灯台が創立された。ケープコットで最初に建てられた灯台である。1833年、木製からレンガに建て替えられ、1840年、新たな透過室及び透過装置が設置された。1857年、老朽化により、総額1万7千ドルで、現在の66フィートのレンガ製灯台が建てられ、パリから初めて、フレネルレンズを取り寄せた。 東大そばの東大種の家及び発電小屋が現存している。1932年1000ワットのランプにアップグレードした。フレネルレンズシステムは最初に回転のクラウスハインズ d g b 3 6に置き換えられ、その後予備としてカーリスルフィンチ DCB-224 が用意された。フレネルレンズは外す際に大きく損傷したが、 破片が博物館に展示されている。1998年、VBR-25 工学システムが導入された。1996年7月、海岸侵食の危険性により、ニューヨーク州バッファローを拠点とする、インターナショナルチムニー社とメリーランド州のエキスパートハウスムーバーズにより18日間をかけて450フィート西に移動された。 現在ケープコット国立海浜公園の一部となっており、ハイランドゴルフコースと隣接している。飛んできたゴルフボールが窓を破壊して以降、壊れにくい窓に取り替えられた。トゥルーロのハイランドライト通り沿いにある敷地は年中公開されているが、国立公園局所有の博物館及びツアーは夏季のみである。ありがとうございます。